静岡県立沼津城北高等学校は、静岡県沼津市岡一色に位置する、県立高等学校。通称は、城北、市外では、沼津城北と呼ばれる場合もある。全日制普通科のみ設置している。沼津城北高校の起源は、1902年、沼津市大手町に設立された片浜村外八花村、学校組合立寸東農林水産学校まで。 遡る。その校名から、設立当初は普通学校ではなく、農林科と水産科の二科を持つ農業学校であった。昭和30年代には、全国的な農業人口減少により、農業学校の需要も減少。高校の普通科を進めたい県の強い意向もあり、1963年に普通科を新設。終わりには、伝統ある農学校の名を捨て、 静岡県立沼津北部高校と解消するに至る。その後1966年の農業化廃止、1970年の園芸化廃止を経て同校は完全普通科高校となった。1986年に校名を静岡県立沼津城北高校に変更となった。なお、旧農業高校時代の実習園や実習林のほとんどは現校地の外に所在していた。 現高地も、もともと道路を隔てて隣接する二つの土地を合わせたもので、昭和60年代までその道路は、高地中央を南北に貫く行動として存在していた。また、隣接地区の区画整理事業と隣接国道の拡幅事業の二度にわたり、本校高地の一部を事業用地として教室している。こうした経緯から、本校は、 静岡県立高校としては最も敷地面積が狭い。さらに2027年には少子化の影響を受け、沼津西高校と統合する方針であると、静岡県教育委員会が発表した。次の教育組織がある。4年生大学進学を目標としたカリキュラムも組まれている。また、エンゼルサロンと呼ばれる地域活動を行っている。保育の授業を利用して、 周辺住民の子育て支援を行っている。文化祭、体育祭は、小党祭の名を冠し毎年5月上旬頃に全3日の日程で行われる。合唱コンクールのような全校参加イベントはなく、メインになるのは3年生による、飲食物の模擬店と体育館で行われる各種、ステージイベントである。同行の自由な交風はこの小党祭にも反映され、 教師側より特に厳しい制約が課せられることもなく、毎年思い思いの企画が実現する。なお、文化祭の第2日は一般公開日となっている。また、毎年2月にはマラソン大会が行われる。取り立てて部活動が盛んではないが、その中でレスリング部と弓道部は顕著な活躍を見せており、どちらも全国大会の常連である。特に男子レスリング部は、 昭和50年代からの競合である。静岡県内にはもう一つ、静岡城北高等学校が存在する。ありがとうございます。